間の 4-2-1-3 のフォーメーション予想です。4ゴール直近ではリーグ戦の2試合前広島戦で途中出場からゴール。今前半スタート、まずは FC 東京ボールです。やはり FC 東京のボールを保持する時間長くなると思うので、はい、逆に名古屋の方は非保持の部分ですよ。落としたボール、東のシュート、オープニングシュートです。初先発の東、さあ奪ったボール、稲垣探して展開、山中転がして中央スルー、ユンカーワンタッチシュート、ユンカーです。キーパー正面、荒木の展開です。さあ中川、中川行く、中川シュート、これで詰める、押し込んだ、押し込んだのは東です。今シーズン初先発で初ゴール。前半の確かにここまで攻撃で森島が絡むシーンというのはほとんどない、はい、ね、まあ、頭のいい選手でしょ。さあルズボール、中川、中川、はい、倒れた、ホイッスル、 PK です。ファーストタッチも良かったですし、よく斜めに運びましたよね。内田ももう止まれずに押してしまったっていう形になったです。ここのタッチ良かったですよね。少し川面も体の向きがあまり良くなかったので、クリアを外、中に飛ばしてしまったと。でも早かったですね、長谷内田も斜めにこう守備で戻ってきたので、はい、よりこう対角に走ってきた相手に対してぶつかってしまったんですよね。ディエゴ・オリベイラ転がしてゴールイン、2対0 FC 東京、前半のうちに2点リードとしています。スミダの今相手の力を利用して前にこう出てくる形も良かったんですけどね。今前半終了です。2対0 FC 東京がリードして試合を折り返します。さあ後半です。後半は名古屋ボール、ここはつないでいこうという感じです。荒木が広げて遠藤、遠藤縦、遠藤クロス、パーから来る、パーから入り込んだのは中盤のコーです。コー今シーズン初、さあ前を抜く、こうやばクロス、こぼれている、ユンカーナイスキーパー、どうぞ大西ブランドパット、さあバッター、遠藤、中川へ、中川、中川、 FC 東京4対0、国立に強い FC 東京。さあ拾った増井、背後へ泉、マイナス、後ろからシュート、1点返したのがマイナスのパスから稲垣のゴール。さあここはスペースで泉、近場で呼んでいる菊池、シュート、ここはクリアです。山下、遠藤、選手がいる、左右にいる、遠藤はかわしてシュート、こぼれている、後ろから拾う、戻して遠藤。さあ目安の5分台、今ホイッスル、試合終了、4対1勝ったのは FC 東京、7月以来のリーグ戦勝利、トンネル脱出です。